教えて岩本コーチー。はい、皆さんこんにちは、かえてです。そして岩本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は嵐山カントリークラブに来ております。はい、教えて岩本コーチの企画なんですけれども、はい、今回はですね、視聴者の皆さんに質問を募集して、皆さんの悩みとか聞きたいことを募集しております。たくさんね、岩本コーチに聞きたいことあるみたいなので、はい、今日は2回目ですね。はい、はい、本日の質問を読んでいきたいと思います。はい、はい、こっち放ってあげたい。今日はですね、こちらの質問いきたいと思います。岩本コーチに聞いてみたいです。いつも上から叩きに行くカット軌道です。アイアンくらいならごまかせるのですが、ドライバーともなると定番のスライス&チーピン気味のフックです。ヘッドを背中に残し、体の回転で巻きついてくる感覚にしたいです、そのことです。ドライバーがスライスチーピンになってしまう、カット軌道でなってしまうということと、うん、理想としてはヘッドを背中に残し、体の回転で巻きついてくる感覚にしたいという理想形までちゃんとあって、自分のそのスライスとかチーピンの原因がカット軌道だってことも分かってる方ですね。はい、うん、はい、では、はい、質問者さんがこうなっているであろうと思われるスイングをちょっと見せていただけますか。はい、はい、だいたい外から来るっていう時はバックスイングしますよね。はい、この位置のまんま、あー、カット軌道になってるっていう感じ。はい、チーピン出そう。これ今楓ちゃん、私、はい、何をどう変えたと思いますか。普段とですか。うん、私の、はい、でこっからこの位置のまんま、うん、それがいつもの岩本コーチ。はい、やっぱり、再現してくれた方のスイングではトップができました。そこでやっぱ右肩が被る感じだなって思いました。なるほど、はい、そこじゃないですか。私が、はい、変えたのは、はい、右肩何も触ってない、はい、腰だけを、あ、腰、うん、右腰を結構蹴っちゃうというか、腰を切りに行っちゃう。はい、切りに行っちゃう。そうすると外から来ちゃうので、勝手に肩もついて出てきますね。うん、あー、腰なんだ。はい、はい、アウトから来てるの大体皆さん、はい、上半身で直そうってするんだけども、はい、多分軌道っていうのは下半身の動きから、上半身にどんどん力がこう伝わってきてるものなので、はい、下半身の動きが少し腰の動かし方のタイミングが早いんでなかろうかなと。はい、まあ、見てて思ったんですけど、そのクラブが巻きついたようなスイングにしたいっていうのをやろうとすると、うん、腰が先に落ちちゃってるのかなと思って、ね、置けば置くほどね、もうこの位置のまんま、手はもうこのままで、ここで巻きつけようと思って、はい、こうするとどうしてもここが全然動いてない。はい、これがこう動いてくれば巻きついてくる、巻きついて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 こうくるんだけど、で足ももちろん動いてる、はい、足もこういう形で動いてるんだけど、その動いてるところに上半身を固めないでこう動かしてあげる。はい、だからこれをこうしようとするともう胸が左に、はい、まあ、よく言う軸が動いちゃうので、はい、軸を動かさないように上半身を下半身と連動しようとするとこういう動きになってくる。これだと軸動いてますよね。はい、下半身も動いてるけど軸も、うん、そして肩がすごい縦の動きしちゃってますね。うん、縦の動き、はい、これがこういう動きの練習。ちょっとゆっくりします。足踏み、はい、これに1、2、1、かかとがついた方にお腹を向けていくっていう感じですか。先にかかとがポンってついたら上体がついていく、はい、先にこっちのかかとがポンってついたら上体がこっちが受けるところがあって、そこにスッとこう、あ、はい、受けるスッ、はい、受けるス。だ積極的にみんなこう使っちゃうんですよ、腰を、うんうんうん、こうするとこれについていくと、うん、こう
無限大みたいな、はい、すごい肩がやっぱ上下してますね、うん、こういうすごい柄悪い人になってる反対にこうやってしようとするとこれも柄悪い、ね、柄悪いめちゃくちゃ悪いやだそんなコーチいつもの優しいコーチがいいです、ね、でこの動きをずっと続けてると本当にお腹の中に一本柱があって、そこの周りがすごいなんか、まあ、ねじれるというか、うん、痛くなってくる感じ。ここに力が入ってくると上半身スーッと力抜けるよね、はい、そしたらこの位置のまんまよく言うこういう動きができてくるから、見え方は全然そう。おー全く腰の意識ないですね。もう一つ私皆さんにこう上から入ってくる人たち の、はい、チェックしてほしいポイントとしては、これは珍しく私上半身のことを言います。はい、珍しい。右の人差し指と右の親指のこの間が使えてるかどうか、はい、間が使えてるかどうか、うん、このままグリップ右手だけにします、はい、ここから倒していきます、はい、真横に倒していきます。はい、倒す。そうすると少し人差し指のこの付け根に来るよね。はい、付け根に乗ってます、ね、はい、できれば多分みんなこう外から来る人ってこの握る力がすごく強いんです、はい、こうやって使ってるってことですね。そうやって使ってる、うん、はい、じゃなくて人差し指と親指をこうくっつけてあげてぐーってこう横にしてあげると、はい、ここに幅ができている。まあ、こうなんかこう投げようとした時にぐっと握るんじゃなくて、ちょっとこのまんま、はい、投げてあげるような、ここを見せてあげるとすごいスペースになってますね、うん、ここがめっちゃ何にもない、何にもない、広々としている。でこうすると肘ってすごくリラックスできる、はい、これ握ってみてください。そうするとすごく力が入る、肩が上がっちゃいます、肩が上がっちゃう、はい、こうしてあげると後ろに、はい、だから今よく言うレイドオフ、あ、ね、っていうのは何かって言ったらクラブを寝せることじゃなくて、はい、どこにこのクラブの支点があって力が抜けるところっていうのがレイドオフなんです、はい、でこれに左の手が今右手でこういうふうにグッと握ってない、グッと外にこう力を逃がしてあげてるところに左手の手が重さが加わることによってクラブがきれいに立ってきます。この位置のまんま振ってあげると巻きついてるように見える。それでやっとクラブを置いてこれるというか、これ例えばグリップすごく強い人のこと、はい、動きをすると今ここで巻きついてる準備ができてるのに、はい、この位置からいや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 って握ってくる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 、クラブって絶対こっちに来るから、はい、でもこの位置だったらクラブってこう来れるのに、握った瞬間こうやってクラブ握った瞬間絶対に外から来るので、だから外から来てるんじゃないかなというのが私のちょっとした見解です。うわ、こうなりたいでも振ってた感じもう右手前にヘッドがドンって落ちそうって思う方多いくないかな。これやると、はい、やってみて、足からで、ここからこの空間を持たせたままこう行かずに、行かずにダフれないでしょ、ダフれない、あれから、はい、こう行かないですよ、行かない、ダフってこい、ダフれない、ダフれないそうなの、行ってみます、いやー、ド右、ド右な感じだなっていう感じです当たったとしてもかかとがついてから体が回っていく。正しくこれがもしできてたら、はい、ちょっとボールが低くなるかもしれない。はい、動きは大丈夫ですか。動きいいよ、はい、
ほら、ちょっと低くなるけど、はい、悪くないよね。悪くないです。動きどうですか？いい。いいですか？うん、腰出てないですか？うん。でもまだやっぱり、あっていこうとする。あ、なってる。こっからね、このまま行きたいですけどね。ちょっとここから打ってみようかな。うん、テイクバックしといたところから、こっちで、ここからでいいですか？そうそう、そっからでいい、そっからでいい。いや、ちょっと待ってくださいね。いいよ、いいよ。その練習、めちゃくちゃ練習、はい、いい練習。ここから多分あの視聴者さんは、はい、会社何と思ってんの、早く打ってくれるって思ってると思うんだけど、その気持ちよくわかる。やってみてください。こっから本当に手をここから動かさないってことがすごく難しい、うん、そうでしょ。ここに置いとけないんですよ。そうそうなの。ってことはこの位置で、はい、クラブこうしました、はい、この位置から動かせる場所に自分はあるわけです。いつでももう動かせる、はい、でも楓ちゃんこの位置で、はい、あ、動かせられないってことはちょっとまだこっちに行っちゃってるわけ。はい、左にちょっと残ってるというか。そう、はい、かといってじゃあこれがこう持ってきてくださいよっていうんじゃなくて、はい、動こっからこの位置のまんまこう動いてくるぐらいの自分の重心だから、はい、そう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 。分かった。今左足出したら、うん、あの勝手に動き出しました。動き出したでしょ。ここにいて、そかさっきこの足踏みのイメージで、そう、ここに、そう、 OK、 足のイメージですね。足のイメージここに持ってきました。こうなってたんだ。そう、これをこうしちゃって、はい、そこの位置。そうだそうだそうだ、ナイス。あ、これ動いてきますね。動いてくるでしょ。はい、こうしといてここに来ました。おお、こうしといてここに来ました。おお、おお、ナイス。でも本当にいつもがこう来てるのがめちゃくちゃわかります。私今クラブこの辺でこうやって振ってる感じです。全然違います、いつもと。OK、 この感じなんですね。その感じです。一回ね、皆さん今のドリルやってもらったら分かると思うんですけど、はい、まず最初は体動きません、はい、これで絶対になると思いますこの最初に教えていただいたかかとに胸がついていくのが一緒なので、ちゃんとテイクバックしたところに、うん、ここからポンって一歩踏み出したら、うん、本当に勝手にあとは結構回ってきてくれるので、うん、これ皆さんあの動かないと思うので、しっかり右に乗ったところからポン、ここからもう手がこう来ずに、はい、ここからピュンと回る感じ。そう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 、このなんかちょっとした時間差で体がそのなんか絞れるというか、ちゃんと回転する感じに、はい、いつもこう一緒に動いてたので、このなんかちょっと時間差、捻転みたいな感覚を一回皆さん持っていただいて、はい、その感覚でちょっと振ってみてください、はい。これなんか質問者さんのボールの軌道も治りそうですし、はい、理想だった体にクラブが巻きつくような、はいはい、準備、クラブヘッドも走ってくる、あのクラブスピードも、はいはい、走ってきます。私もちょっとこれアイアンからやってみて、はい、やってみましょう。体にちょっと染み付けたいと思います、はいはい、ということで、まだね分からないよという方はどしどしコメントの方お待ちしております。こっち本日もありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てねー。